5月といえばバラ、色とりどりのバラが楽しめる場所に出かけてきました。バラが見事に咲いていると聞いて岡山市北区夏川にある RSK バラ園にやってきました。もう見渡す限りバラバラバラ、もう私の心はバラ色です。くるくる回ってる。そうなんです、もうバラの、ね、心になったか、バラ色の心になったから。およそ3万平方メートルの敷地に450品種1万5千株が植えられている RSK バラ園です。いやー、園内本当色とりどりのバラが咲いてて綺麗ですね。綺麗です。今が見ごろになっています。今がいい時期ですか。いい時期です。和気さん、このなんかバラでなんか面白いこう品種とかあります？そうですね、まあ、人気がある品種で、まあ、香りもいいのがこのブルームーンでして、これはもう香りの強い品種になっていて、まあ、色もすごい紫色のいい色のバラになっています。ラベンダー色で、ね、とっても優しいんですよね。いい匂いがします。こちらを嗅いでみてもらったら、なんか甘い、優しい、結構強い本当香りですね。そうですね、香水のような。です。へー、いやもうこの香りだけで癒されました。マギさん、私がなんかこう気になったバラがあるんですけど、はい、あちらのこう白いバラなんですけど、はい、少しあの縁がピンク色になってるこのバラなんですが、はい、これはどういう？これはまあ、名前がピエール・ドゥ・ロンサールというバラになっていまして、まあ、非常に人気の高い品種になっています。とってもなんか可憐ですよね。そうですね、珍しいというか、まあ、2色、複色の色をしたバラになっています。ベルサイユのシリーズなんですけど、ベルサイユのシリーズですよ。私がね、宝塚大好きで、ベルサイユのバラは外せないですからね。いきなり興奮し始めた。いきなりでしたよね。ちょっとびっくりした。はい。なんとベルサイユのバラに出てくる登場人物の名前がついているんですよ。こちらはアンドレ。そしてこちらはオスカル。中村さん、わかりますよね。わかります。さあ、問題です。こちら、なんという名前だと思いますか？アントワネット、マリー・アントワネット。正解です。このベルバラシリーズのバラ、登場人物をイメージして作られています。お、RSK バラ園と書いてあって、はい、まあ、これでつるバラになるんですけど、わー、このまた両側にね、花がね、こう私を出迎えてくれてて、なんとも本当に晴れやかな気持ちになりますが、こちら、こちらハート型になるように、まあ、冬に作業、そういう誘引の作業をして仕向けたバラになってます。和気さん、これもバラに？バラになります。へー、初めて見ました。こういったそのバラってこう幾重にもなんかなってるような感じがするんですけど、一つっていうね、一つの花びらっていうのが。そうですね、これの品種がバレリーナ。バレリーナ、いやー、まあ、こういうことですね、バレリーナということは。ねえ、笑ってますよね。いや、私こう見えてクラシックバレエ習ってたんですよ。あ、そうです。見えます？見えますね。言ってましたけど、本当に綺麗なね、ハートの中にいずれなるということですね。そうですね、まあ、そういう、ね、ことかなと思って。どうですか、中村さん。いやー、本当にいろんなバラがね、あって、お家でもな、めでたいですね。そうですね、はい、そんな方におすすめです。 RSK バラ園では苗を買うことができます。園内を散策したらカフェで一休み。今年3月にオープンしたカフェパルクは、なんとミシュランにも掲載されたことがあるフランス料理の名店ポンヌフが運営しています。腕を振るうのはポンヌフのオーナーシェフでもある小野康久さん。こちらで小野さんが。そうなんですよ、すごい。ハンバーガーのパテにはなぎ牛とつらじまれんこん、贅沢な一品です。すごい美味しそう。こんな美味しいハンバーガー食べたことないけそれは楽しみです。パルクってどういうお店なんですか？はい、フランス料理ってこう非常に硬いイメージがあると思うんですが、
その硬いイメージをいい意味で覆すような、もっと手軽に来ていただけるようなお店というところで、ポン・ヌフのお料理とかデザートが気軽にお召し上がりいただけるようなお店にしたいと思っています。じゃじゃーん、おいしそう。テイクアウトもできるんですよ。あ、ロケーションがいいですね。外で食べるのもいいだろうな。その他に厚切りベーコンがたっぷりのキューバサンドもおすすめです。春のバラ祭りは来月12日まで。皆さんもバラを見て身も心も癒されてください。それこそ450品種もあったら毎回新しい種類のバラと出会いがありそうですね。そうなんです。実は私が取材したのは先週の月曜日で、はい、今ですねちょうどあのバラどういう状況かこちらご覧ください。おお、情報カメラのね、はい、バラ園ですけど、これもうほぼ満開なんじゃない？そうですね。またあの品種がね、いろんな品種ありますから、次から次へといろんなものが見られるということで、例えばですね、はい、あの裏と表で色が変わってたりとか、あと最初はまた黄色だけどだんだん赤色になっていくものとかもあったり、かなりねいろんなバラがあるので、ぜひ楽しんでもらえたらと思います。以上、京都ピノコーナーでした。